はぐれんなよ。そろそろか。あの辺座るぞ。こうして双子座の兄弟は今も仲良く天上で一緒に暮らしているのです。二等星のカストル、一等星のブルックス、春の夜空に浮かぶ二つの明るい星を見つけたら、この悲しいお話を思い出してみてください。どうだろうな。なんで、なんだそりゃ。気味悪いこと言うな。死んじまった方は案外一人になってせいせいしてたのかもしれねえだろう。さあな。まあそうだな。くだらねえこと言った、忘れろ。お前といるとな、いつも一日が短くてしょうがねえよ。く、柄じゃねえか。今日はよ、もう遅らせろ。ほら、来い。礼言うほどのことじゃねえ。じゃあな。